皆さんこんばんは、MK です。ゼルダの伝説、知恵の借り物、パート12やっていきましょう。前回ゲルド族のトーナちゃんと一緒に、裂け目を消すためにゲルドの聖域の入り口を開けてくださいと、族長に相談しに行ったんですが、よそ者の話は信用できないと、突っ返されてしまったんですよね。このままだとゲルドのみんなもどうなっちゃうかわからないということで、もう一度トーナちゃんと作戦会議したいと思います。族長もちょっとぐらい信用してくれてもいいのにねと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあでもよそ者だししょうがないっちゃしょうがないか。そう、どこの裂け目もまだ小さくなってないんだね。報告ありがとう。少し休んでからまた裂け目の調査をお願いね。やっぱり魔物を倒しても小さくならないんだよ裂け目は。ゼルダ来てくれてありがとう。こっちで話そう。いやどうする、証拠を持ってこいって言われたけどなんかその辺で消せそうな裂け目あるかな。このオアシスの水すごく綺麗でしょ。私の思い出の場所なんだ。スラム族長、いや母さんによく遊んでもらったっけ。この水のように澄んだ心であれってよく母さんは言ってたな。澄んだ心か。ファセットは族長の仕事で忙しい母さんの代わりに私を鍛えてくれたんだ。私だけじゃない、ゲルドのみんなは母さんやファセットのおかげで今があるんだ。まあそうだよね、悪い人じゃないんだよね。2人のことは尊敬してる。でも今回の件はさすがに納得できない。どうしましょう。説得しなきゃ。ねえゼルダは裂け目を本当に消せるんだよね。もちろん。だったら族長やファルセットにゼルダが本当のことを言ってるんだと証明できないかな。今このゲルド砂漠には聖域の大きい裂け目以外に3カ所小さな裂け目が発生してるんだ。そこだ。その中で消せそうな裂け目がないか見てきてほしいんだ。その3カ所の裂け目の場所はオアシス南の遺跡、先祖が眠る洞窟、ゲルドの町南の砂漠だよ。裂け目について詳しく聞きたい情報はある？じゃあ一個一個聞いていきましょうか。オアシス南の遺跡っていうのはこのオアシスの南にある遺跡のそばで裂け目から魔物が現れてると報告があってね。それで私の部下たちが退治しに行ってるんだ。おー、なるほど。まあ場所は分かったね。先祖が眠る洞窟はどこ？砂漠の北側に小さな洞窟があってそこは戦士たちのお墓になってるんだ。お墓。ほう、けど洞窟に裂け目ができてきてお墓参りもできなくなってるみたい。なるほどね。でゲルドの町南の砂漠は町から南に出たあたりに裂け目が現れたんだ。今は部下たちに見張ってもらってるよ。いつ魔物が出てくるかわからないからね。まあ場所はじゃあ把握できました。どっから行こうかな。ゼルダのことを私は信じてるよ。裂け目が消せたらきっと族長も信じてくれる。裂け目の場所が知りたくなったらまた話しかけてね。南に2つ、北に1つだから、まずはじゃあ北を潰しちゃいましょうか。その方がスムーズですよね。おっと、そしてデータ。この、なんだったっけ？トッピーだったっけ？あ、そして、これ、リューサじゃない？そう、MK さん、今ね、こちら、リューサ向こうのゲルドのサンダルを履いているので、はい、こういうところも歩けます。そして、ハートのかけら発見しました。そう、前回ね、メガドンを、なんとか覚えましたので、このメガドンで、上に登りたいと思います。はい、メガドン、ここに出して、ちょ、こいつでかすぎてさ、もう、ちょっと、他のものと干渉するんですよ。いや、これ、あ、そっか、星3つ。星っていうかこの三角3つでこのふかふかベッドって三角2つなのか。だから消えてるんだよ。もう干渉してるんじゃないじゃん。はい、じゃあトランポリンで上に上がって OK。 メガドン強すぎじゃない？はい、ハートのかけらが4つ揃った。ハートの最大値が増えた。体力も全回復ありがとう。待って、これ他にもさ周りなんかありそうじゃない？メガドン使って上のところジャンプで進んでいきましょう。なんもなかったか？大丈夫っぽいですね。うわ、待って、右も気になるけど、北の遺跡、いや、多分ここじゃないな。もうちょっと左の方だと思う。あ、そして、このでっかい砂の塊は、送風機があれば、なんとか吹き払うことができますので、これで吹き払って進んでいきましょう。うわ！なんかいるよ！新しいやつ！リーデット使ってみるか。はい、じゃあリーデットを出してこの辺を、はい、止まらせる。え、止まった？敵。ちょ叫んでリーデット。ナイス。そしたらここはリンクに変えてなんとか攻撃していきましょう。あんた初めてですよね。お借りしたいと思います。コンボか？コンボ豚ブリンを覚えた。あ、これはあれなんだ。森ブリンじゃないんだ。棍棒豚ブリン。ゲルド砂漠の北方の荒れ地に住みかを作る。素早く飛びかかり、棍棒の一撃を食らわせると。あ、これも2つか。剣森ブリンとどっちが強いのか、ちょっと微妙なところではありますが、まあ、リーデッドの方が強いとは思います。はい、上のブーメランが止まっているうちに、ここの棍棒のやつも倒してしまいましょう。で、待って、そのブーメランのやつ初めてですよね。君もお借りさせてください。の前に宝箱が開きましたが、このお借りするやつって消えないよね。大丈夫だよね。ああ、ちょ。ああ、リンクの時間もったいなかった。ということで、ブーメラン豚ブリンを覚えた。これはなかなか強そうじゃない？ブーメラン豚ブリン。ブーメランを手にした屈強な豚ブリン。円を描くように飛ぶブーメランの動きに注意と。まあ、注意ってことはこっちは使えますからね。そして、あっと、まだ敵がいたと思ったら魚か。もう魚は無視していきましょう。ポカポカスパイス7個。そう、前回まででさ、こちら、力のかけらを9個ゲットしてるんですよ。だから、あと1つ、どっかで力のかけらが取れれば、もう、あれなんだよね、剣かゲージを強化できちゃうんですよ。だから、どうにかして、その1つはゲットしたいな。あ、なるほど。こっから、さっきのハートのかけら行くのが、正規ルートだったっぽいですね。お、上に階段がありましたよ。っていうか、多分、これが、さっき言ってた1つの遺跡ですよね。あ、違うわ。違いました。こんにちは。ここはここで別のダンジョンでございますけど、何こいつ？ちょっとじゃあブーメラン豚ブリンで攻撃してもらいましょうか。初めて見る敵ですが、こちらお借りしてしまいましょう。うわ、気持ち悪。ゾロゾロを覚えた。まあ、確かにゾロゾロしてるね。小さな虫のような魔物。あまり強くないが大量に押し寄せてくる。そんなに、うわー待って、思ったよりゾロゾロしてるわ。ちょ。はい、ゾロゾロしないでく。うわー上から湧いてる。ちょっと待って。そのさ、巣みたいなのをお借りしないと、なんともならないのでは？はい、こちらなんですが、ゾロゾロ塚を覚えた。あ、なるほど。塚なんだ。ゾロゾロ塚。ゾロゾロが出てくる砂でできた柱。壊れるまで中からゾロゾロが出続ける。え？待って、めちゃくちゃ強くない？だとしたら、使った時。まあ、とりあえずじゃあ、剣モリブリンを出して、このゾロゾロ塚は壊してしまいますけども、え、これ逆も言えるってことだよね。ちょ、何やってんの？オッケー。はい、ブーメランボコブリンじゃねえや、豚ブリンで、こいつらもやっちゃってください。え、そういうことだよね。こっちが使えば、無限にゾロゾロを出せると。じゃあ、ボス戦の時とか、ゾロゾロ塚置いとくだけで、ゼルダは寝てたら勝ちじゃない？あ！上上がってこれたよ。宝箱がありました。開けていきましょう。力のかけらがいいです。きたー。力のかけらを手に入れた。ルーベルの家で武器を強化できると。これで、10個ちょうどですよね。あれ、今1個しか手に入ってない感じ？コレクト10個か。だとしたらこれさ、1回戻るか。さすがに強化してから来た方がいいよね。ただ、ちょっとこれ、シルベかなんかを見つけたいな。その方がいいと思う。おーっと言ったそばからありました。じゃあ、ここのしるべを起動して、ワープできるようにしたら、一旦ルーベリさんのところに戻っていきましょう。マップでルーベリさんのところは、あれ？これだったっけ？うわ、忘れちった。あ、いや、これだよな。さすがにこれだったと思う。ということで、ワープしていきましょう。ゲージを上げるか、剣を強化するかですけど、どっちだと思う？いや、剣を強化すれば、実質さ、ゲージを強化したことにならない。早く倒せるから。で、ゲージを強化すれば、いや、ゲージしか強化できないでしょ。そう考えたら、やっぱりこれ、あれかもしれん。剣を強化した方がいいのかもしれん。ということで、剣を強化、行かせてください。力のかけらを10個いただこう。はい、これでもう相対的に、ゲージも強化したことになるから。よし、ルーベリさんお願いしますよ。剣を入れて、力のかけらで、どういう技術なのか全くわかりませんが、はい、強化してもらいました。あ、見た目変わった。左右にさ、このくるくるが、あるようになったよ。前回までってかさっきまでは片方だけだったんだよ。見た目も変わるんだ。力の剣がレベル2になった。ありがとう。何を強化するんじゃ。あ、もう力の剣がないんです。強化したくなったらそこにある機械を調べるのじゃ。はい、わかりました。ということで、よーし、じゃあ強化した剣でガンガン冒険していきましょう。さっき見つけたしるべがここか。あ、なんだよ、もう、ここに、あれじゃん。なんだったっけ？どっちだったっけ？戦士たちの墓場みたいな遺跡、もう、マップに記されてんじゃん。なんだい？自分で見つけ出すんかと思ってたわ。はい、ということでマップをよく見てないのが皆さんにバレてしまいましたが、このままそこに向かっていきましょう。やめてトッピューちゃん。はい、ちょっと多いですよ。おお、こんな分かりやすくなってんだ見た目。あ、たださ、マップが使えないんだ。今ちょっとザラザラになってたもんね。先祖が眠る洞窟、こんにちは。いやはや困っちまうよ。食台の火が消えちまってんだ。食台の火、あ、向こう側届かないな、あれはさすがに。ただ、はしごがあるから、そっから出れればいいのか？裂け目のせいでお墓に近づけないから火が灯せない。あれを絶やすとご先祖様は安らかに眠れない。任してくださいよ。ご先祖様のために MK さんが一肌脱ぎますよ。はい、じゃあまずはシンクで、はい、こちらの岩を動かして、なんか先に続く道が閉ざされてたっぽいね。うわっ！こいつも初めてでございます。せっかくだから、ここで手に入れたっていうか、さっき手に入れた、ゾロゾロ塚使っていきましょうか。はい、ゾロゾロ塚。あれ、ちょっと、ゾロゾロ出てきて。出てこないの？ちょっと、ゾロゾロ塚これで、あー、出てきた、出てきた。はい、で、ゾロゾロくんがこう、ちょっと待って、壊れやすすぎるな、それは。じゃあもう、ブーメランでいいや。はい、ブーメランで一発攻撃。はい、もう一発、あー！ちょっとみんな弱くない？嘘でしょ。メガドンがいいか。メガドンにすれば、これ浮いてきて、あ、来た来た来た。下に敵が来た時に落ちてくれる。どうなんだ今の。今の攻撃して、これ攻撃にはなってない？うわ、なってないのかも。どういうこと？ちょ待て。これで、頭出して。頭、あ、出ないんだ。出ないんだ。もう、だとしたら君も一回回収だ。結局、リンクでやるしかないのか。いや、リーデッド。いや、ここはバウンジローレベル2だな。あいつずっと頭出してからバウンジローで突撃。ナイス。そして、待って。あー、君いける？ちょ。反射が、うまく噛み合いましたね。ということで、こちら覚えていきましょう。マンムーみたいな見た目でございますが、ピッティを覚えた。ピッティ。あんまり見た目と名前が一致しないな、頭の中で。ピッティ。柔らかい地面に深い穴を掘る。掘った穴は他の場所に通じることがある。待てよ。ってことはこれ、中に入れば、隠し通路、違うんかい。まあ、場所によるってことか。ということで、じゃあ、コンボ豚ブリンとか出します？これが一番早いか。あ、確かにこいつ攻撃早えな。もう出てこない？ちょっと、あ、違った。ちょっと、もう一匹ピッティくんいるよね。ああ、落ちちゃった。ちょ、コンボ豚ぶり。一回君回収して。ああ、やっぱ遠くからじゃないと、基本的には受け付けないのか。オッケー、わかりました。じゃあ、バウンジローレベル2、もう一度使っていきましょう。転がれ、ナイス。ルピーが、これ落ちてれば、無理なんか。ルピーが下に落ちてんのかと思っちゃったわ。ということで、はい、ここでまたシンクを使って下に潜っていく。ここ出ればさっきのとこ繋がってんじゃない？そして、これは降りちゃっていいの？砂。竜砂も、ゲルドのサンダルだから大丈夫ってこと？いや、でもこれ竜砂じゃないか。どういうこと？ジャンプで、わかった。そういうことね。はい、さっきのピッティを使えば、ここに穴掘れるんでしょう。で、穴の下入っていきます。さすが。いや、頭使うな。そして、絶対そこの宝箱を取るべきだった。ミスった。まあでも今言ってもしょうがないですよね。はい、じゃあピッティ回収して、そこの上の1ルピー欲しいけど、1ルピーぐらいだったら、なんとかなんねえか。これご利用しで。なんとかなりそうだな。あ、糸チュラ使えばいいじゃん。はい、糸チュラで、はい、こちら上まで伸びて、ナイス！こうやってね、今まで手に入れた、借り物もしっかり覚えておけば、有効活用できますと。あんたはじゃあタートナックでいこうか。結局タートナックが物理無敵だからめちゃくちゃ強いからね。で、上に登って、待って、さっきのやり直したいな。宝箱があったから、確実にゲットしてから、次に進みたいところ、選んだ順にして、ピッティもう一度使っていきますよ。で、ここ降りたら、一番左だよね。この一番深いところに穴を掘ってもらう。ピッティ、そこじゃない。はい、ここで穴掘ったら、来たー。いや、ちょっとか、違う。上ボタン押しちゃうんすよ、間違って。宝箱開けるとき。おっと、これは、黄金の卵を手に入れた。何？なんかが買えるの？使うとハートがちょっと回復する。そのままでは効果が薄いと。料理アイテム？え？黄金の卵。なんか物々交換とかで使いそうな気もするけど、ただ食べれるってことはそんなレアじゃないのか。ん？スムージーにするためのアイテムってだけ？うわー、ちょっといろいろ気になりますけど、とりあえずもう一個どっかで手に入るまではスムージーにも使わないようにしておきましょう。お、そしてあなたはこれはてんてんてん。え？何？あ、火つけてほしいのね。はい、わかりました。ご先祖様のためにも火をつけましょう。火つけるにはあんただ。はい、キャンドル。ちょっと危ないよ、そこの人。あんたもお墓に入ることになっちゃうよ。やられて。お、火がついて明るくなりましたが、はあ、安らぐね。よかったよかった。ご先祖様もこれで眠りにつけるな。あんた、見ない顔だね。燭台の火をつけてくれてありがとう。燭台の火は私たちの心に安らぎをもたらしてくれるんだよ。ちょっとカミカミでございますが、あの子にももう大丈夫だって言ってやっておくれ。そうですね。はい、もうつけましたよ。こっち見てくれればわかると思うんだけど。見てよ。ちょっと、大丈夫だったよ。え、燭台の火をつけてくれた？ほら、ついたよ。あ、本当だ。これで大丈夫？あんたがやったのかい？一体どうやって？なんか下くぐったらいけたよ。お墓のそばに通じる抜け道が、なんてこった知らなかったよ。それにお墓のそばにいたゲルド族から私に伝言って、おかしいな。私以外誰もいなかったと思うんだけど、うわ！お化けだ。お化けだ。お化けだったんだ。さっきのゲルド族、普通に話しちゃったよ。怖っ。ま、とにかく助かった。私からも礼を言うよ。まあでも、悪いお化けじゃなかったしね。ご先祖様もきっと喜んでるよ。ありがとね。そうだね。入り口作れそうなところ見当たらないよ。この裂け目には入れないね。あー、じゃあここはダメか。そして、お化けいた。まあまあまあ、確かにゼルダシリーズってね、お化け系のイベントとかよくありますけど、今回めっちゃさらっとっていうか、さらっと入ってきたな、お化け。普通に人だと思ったわ。怖っ。まあまあまあ、優しい人だったからさ、あんま怖くもないっちゃ怖くもないけどね。ということで、これはタートナックが最強かいいけど、タートナックナイス。頑張れ頑張れタートナック。よし、ひるんでるところで攻撃。ちょっとちょ、攻撃の振りがタイミング合ってなさすぎる。もうじゃあここはリンクで突っぱねようか。オラナイスで一回閉じて、はい、オッケー。なんとか魔物の牙ゲット。ちょっと多いな。待て、ここ多くねえか。行く必要ある？いやでも絶対なんかあるな、この先。行ってみっか。行ってみましょう。はい、リンクを使ってレッツゴー。うら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 。やっぱ2発になってる。めっちゃ強い。よし、いいぞいいぞ。ブーメランもさっき3発だったけど、2発になりました。で、ここは1マス上に上がりたいので、トランポリンで上がったらリンクに変えて、1発、2発、オッケー。いや、やっぱ剣の強化は実質ゲージの強化になってるわ。よかった。強化しといて。超強い。で、この上、あ、なんか惚れそうなとこあるよ。あれトッピーじゃない？さっき手に入れた。ピッティだった。全然名前違うわ。もう覚えらんないよ。ピッティとかトッピーとか。おいおいおい、オッケー。もうこいつの名前も覚えてないし。お、魔物石ゲット。あ、そういえばドロップ率上げるやつ、つけといた方がいいのか。うーわ！待て、これスムージー飲むか。スムージーでエネル回復できるんで、ダメージ軽減も含めて、じゃあ鎧ソロとスムージー、こちら飲んでいきましょう。って、単純な体力回復もしたい。うわー、この辺食べるしかない感じ。ちょっともったいないけど、ひんやりサボテンめちゃくちゃあるから。はい、これを食べまくって体力満タンいくぞ。はい、これでいけ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 。はい、君もしっかり倒していく。あーっと待って、それはさすがに拾った方がいいですね。拾う時もゲージがもったいないからしっかり解除します。宝箱あるね。それ取りたいね。あ、そして待って、リンクだったら2マスジャンプできるわ。あ、それ知らなかった。おーっと、これは何ですか？ハート？魔物の肝を手に入れた。倒した魔物が落とした貴重な素材、そのままでは使えない。ほう、貴重なんだ。確かにこれまで落としてなかったもんね。はい、ということで君たちも倒しまして、一旦宝箱開けたいね。うわ、ダメージ軽減の30秒があるうちに奥の魔物にも向かいたいところでございますが、はい、ポカポカスパイスゲット。まだ行くぞ。いるよね。いるね。うわー、なんだ、色が違う。あいつめちゃくちゃ強いか、もしかして。ただゲージがもうないんすわ。待て、これでもリンクで戦いたいよな。行く？サムサムコ。いやー、ちょっとダメージ軽減消えちゃうのもったいないけど、しょうがない。エネル回復優先。ということで、いけ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 。君たち多分さ、新しくまた借りれるよね。はい、はい、はい。オーケーナイス。で、もうこれ一気にさ、先に倒しちゃおう。先に倒してから、どっちもお借りしたいと思います。オッケー。剣の強化しといてよかった。これシンプルにさ、威力が倍になってるとしたらさ、普通だったら今の倍攻撃しないといけなかったんだよ。だからゲージ間に合わなかったもんね。剣の強化で大正解でございます。コンボーブタブリンレベル2を覚えた。はい、コンボーブタブリンレベル2。コンボーと盾を使いこなす荒れ地に住まう戦士。激しい攻撃で敵を追い詰め縄張りを守ると。うわ、そして、こいつ4だ！三角。そんな強いの？まあまあまあ、この後使ってみましょうか。そしてあなたはブーメランブタブリンレベル2を覚えた。これ何まであるんだろう？レベル5ぐらいまであんのかな？いや、さすがにないか。ブーメランブタブリンレベル2。器用に武器をさばき、敵を狙う、手だれの戦士。鋭い切れ味のブーメランは素早く正確と。じゃあもうブーメランブタブリンを1体出すよりも、ブーメランブタブリンレベル2を1体出した方が良さそうですね。1体じゃねえや。2体出すよりも1体出した方が良さそうですね。お！これはエネルグローブを手に入れた。不思議な素材でできたグローブ。黒い魔物を倒した時に出るエネルが増えやすくなる。なるほど。裂け目の中の魔物だ。意味ないな。ちょっとこれは、枠を割くのはもったいないので使わない方向でいきましょう。そして、待って。さっきピッティで掘れそうな穴があった。あそこまで行かせてください。まあ、こういう時はメガドンを使えば楽だと思うので、メガドンを、ここに出して、はい、上に登っていくメガドン超便利。待って、これさらに上、うわ！なんかありそう！だけど、まずはそこだな。これはトランポリンで上に上がって、サムサム港でちょっとゼルダの体がほてっておりますが、ここで、さっきのピッティどこ行った？ピッティ？まあまあ、こっちで選んだ方早いか。はい、じゃあ、ピッティで穴を掘っていく。絶対、うわ！なるほど。いや、これ結構厳しくないか？これ一マスの砂があったら、絶対ピッティ使わないとダメなんだ。そうしないと力のかけらでミスる。で、中には何もないと。みんなこれやった？もう、ここまで攻略できてる人、やってない人いるんじゃない？これ結構見逃しやすいと思うので、ぜひ皆さん、MK さんの真似をしてやってみてください。ということで、上に上がってきましたが、なんかあるね。いや、ちょっとストーリー的には関係ないんだろうけど、先に入っちゃっていいですか？何？ちょっと待って、これお借りしましょうか。飛んでる床ってこっち？こっちかもしんない。なんか言われてたんだよ。空飛ぶ床をなんか見してくれみたいな。床ビュンを覚えた。来るものに襲いかかる不思議な床。上に乗ると少しの間飛ぶことができる。いいじゃん。ちょっとこれは今後、床ビュン使いたいね。そして、何の音？その音か。まあまあまあ、これはもう、無視していいよね。全部無視して避けていきましょう。っていうか、トランポリンとか使って、ジャンプすればよかったのかもしれないね。と言ってるうちに全部落ちてくれました。宝箱とかは、特に出ないか。これ結構続く感じ？なんか本格的な謎解きになってきましたので、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。危ないな。よし、じゃあ次回、ここの宝箱を取るために、上の謎のスイッチをどうにかして押して、ゲットしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして、次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、ここだと食らわないね。